山岳地域に入るのは月に1回ペースですか？その状況、あの状況っていうか、あの仕事があるかないかによりますね。今日今保育所兼じゃない、まあどこも山岳地域ですからね。どっかの山岳地域に入ってるそうか、本当車をね壊しに走ってるような感じですよ。そうですよね。もうねすごい多少でもここだね。これもだってこれも半年くらいですね。ひどいところだからね、すごい突破するたびにね、ものすごい勢いで走ってね、ガガガガッと突破するとかね。